怖いよ。背後からもじゃもじゃ頭が近づいてくる。はい、おはよう。今日も探偵事務所に行きますか。行くだに。依頼が来てるかもしれないだに。早く行くだに。めっちゃルンルンや。お、姉ちゃん最近よくお出かけするね。け、リク。今のさ、めっちゃ独り言言ってみたいに聞こえるんじゃない？怖ってなるよね。どうせまた変なことしてるんでしょう。な、何にもしてないよ。ただ遊びに行ってるだけだよ。いつも家で漫画とか見てたのに、絶対おかしい。ギク。どこ行くの？どこに行っててもリクには関係ないでしょ。リクはまだお子ちゃまなんだからついてきちゃダメですよ。ついてかないよ。ひょうたん駅で遊ぶ約束してるし、姉ちゃんと違って友達多いからね。ですよね。はいはい、よかったね。じゃあお姉ちゃんはもう行くからね。この子は友達少ないのか。また変なことしてるってお母さんに言ってやろう。行ってきます。してないってば。それじゃあ行ってきます。なんだか心配性な弟だな。青葉原の探偵事務所、ここから行けばよろしいかな。ペロー、あゆうさ不思議探偵社までワープしますか。ほい、ペローン。いやー、ちゃんと活用するよ。はい、到着。ほんで、ハク、依頼来てる？何あれ、洗濯物？まだ何も来ていませんよ。ありゃ、マジかー。ポスター5枚くらいじゃ意味がなかっただに。まあ、広い街だからね。まあまあ、とりあえずもう少し待ってみようよ。あゆなはお気楽すぎるだに。まあまあ、私もお気楽やけん。お、なんかすげえかっこいいな。依頼来たー。何を売ってんの。どういうことだに。まだ依頼人なんていないだに。いやー、暇だったから探偵社のブログを作ってみたんだよね。行動力すごいな。ブログ、そのブログのことをつぶやきにつぶやいてもらったの。思った以上に効果あったみたい。つぶやきすげえな。どんなブログを作ったのに。ミーにも見せるなに。ね、要はつぶやきの交友関係がすごいってことやろ。ほら、めっちゃ良くない？どれどれ。え、なんか可愛いんですけど。なんでミーの顔がなめきちそっくりなんだに。いやー、やっぱりこの方が人気が出ると思ったんだよね。まあ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 、依頼来たんだからさ。ね、細かいことは気にしない気にしない。我ながらいい感じ。私こういうセンスが絶望的にないけん羨ましいわ。いい加減にするだに。お、電話が鳴った。ほらほら、依頼だよ依頼。こちら、あゆうさ不思議探偵社。自分の探偵社の名前を噛む。調査の依頼ですね。かしこまりました。おー、来た来た来たー。これから忙しくなりそうだよ。ほら、うさぴょんも手伝って。わかっただに。いただいた依頼は私がまとめておきますね。助手って感じかな、ハクは。早く調査に行くだに。もうノリノリやん。クエストが盛りだくさん。5つのキークエストのうち3つをクリアしてストーリーを進めよう。んで、それはハクがまとめてくれてるの？あ、クエスト。おはようございます。探偵依頼をご確認くださいませ。激突青葉レース。青葉駅の周辺に誰彼構わず自転車レースの勝負を挑んでくる自転車マニアがいるそうです。厄介な人間がいたものですね。これは何？ハクが語り寄るっていう設定なんかな？じゃあこれで、このクエストを受けます。このクエストの目的地ナビを行います。ナビを開始しました。目的地を目指そう。時間帯なので矢印が出ないこともあります。それでは、大人？ご依頼について詳しく話していただいてよろしいですかな？実は最近、青葉原の駅前に自転車マニアのお兄さんが現れて、
SSC ヨッピー、何その名前。女性にも子供にも本気で自転車レースを挑んでくるんです。そりゃ大迷惑ですな。特に急いどる時とか。私なんてすごく楽しみにしてたライブに行く途中に捕まっちゃって、お兄さんのせいで開演時間に間に合わなかったんですよ。あ、それはもうぶっ飛ばしていいよ。はぁ、最初からちゃんと見たかったなぁ。ニャー KB のライブ。ニャー KB かい。だにー。どんまいすぎるだに。もう本当に迷惑なんですよ。どうにかやめさせられませんか？やめさせられませんか？どうやればいいの？なるほど。やってみましょう。ありがとうございます。お願いします。まあ、何かが取り付いとるってことよね。青葉原の自転車マニアに会いに行こう。おー。んで何？青葉原に行って、まあそいつ、取り付いとる妖怪をやっつければいいってことかな。何が取り付いとんかわからんけど、なんやろ、メラメライオンかなんかかな。あ、てか、そっか、ここは青葉原だ。ここが青葉原だ。んで、駅のすぐ近くって言った。びっくりした、何がおるんかと思った、おばあちゃんか。なんかえらい元気に歩くね、このおばあちゃん。え？この、びっくりした、話しかけれんのかと思った。そこのお嬢ちゃん、ちょっと待っておくれ。どうしたの、おばあちゃん。アニメ堂へ行きたいんじゃが、道に迷ってしまってね。すまないが、道案内お願いできないかね。おお、マジか。案内するよ、おばあちゃん。いいよ、私についてきて。すまないね。じゃあ、お願いするよ。アニメ堂、こっちだよ。これってさ、おばあちゃんが車で待ちよった方がいいんかな。てか、びっくりしたんやけど、何これ、イベントなんか、おばあちゃん。かわいい。なんか、すごい、ちょこまかちょこまかついてくるよね。まあ、どっちにしろこっちの方向やけん全然いいんやけどさ。ほらほら。てかこういうのってさ、手引いてあげたりとかそこまではせんでいいんかな。来てる？あ、来てるね、来てるね。はい、さささっと渡ってさささっと。あれ？おばあちゃん？同じ画面内におらんかったらついてこんのかな。ここよ、ここ。着いたよ。着きましたけど、中まで入ってあげた方がよろしいの、これ。はい、こっちこっち。おお、着いたよ、おばあちゃん。おや、まあここだよ。ここに来たかったんだよ。あんた優しい子だね。本当に助かったよ。あとは一人で大丈夫だよ。お礼にこれを受け取っておくれ。ドロップ缶を手に入れた。おお、マジか、ありがとう。なんか幼稚園の時にさ、こういう、サクマドロップ毎日食いよった。困っている人を助けただに、ああいうのやるだにね。まあね、もちろん。探偵として当然なことをしたまでだよ。いやー、いいことをした後ってすがすがしいわ。でもあのおばあちゃん、吹き出しでんかったね。なんでなんやろ。そういうパターンもあるの？ちょ、信号。てかさ、みんなさ、道のめっちゃど真ん中を通っていきよるけど、あれはよろしいものなの？ちょ、お前。あー、そこにいるのに。あ、あれ？始まった。はぁ、自転車。あのサドル具合がすんばらしい。例の依頼の自転車マニアって、あの人だろうね。でかいな。おっと、そこの君。僕と自転車レースで勝負したまえ。早速勝負を挑まれたダニよ。ミオルケン。勝負ですか。いいでしょう。ただし、私が勝ったら通行人に勝負を挑むのはやめること。いいですね。ああ、いいだろう。いざ、尋常に勝負。って私、自転車持ってないんだった。ズコー。そうよ、自転車持っとるのはケータなんよ。それなら安心したまえ。対戦相手用の自転車もちゃんと用意してあるぞ。君にぴったりな自転車を見繕ってあげちゃおう。おお、準備いいっすね。さすが自転車マニア。それじゃあ準備ができたら、レースを始めるとしよう。
え、なになになに、え、レース始めるの、え、妖怪と戦うんじゃないのかよ。なるほどね。レースを始めるかい。始めてしまおうか。勝負だ。ふう、そうこなくっちゃ。私が勝ったらちゃんと約束守ってくださいね。もちろん君が1位になったらね。1位？それじゃ1位について。え、1位って何、何人かいるの。何よ。うわ、なんかいっぱいおるんやけど。かっ飛ばせ自転車レース。誰よりも早くゴールを目指せ。自転車に乗って決められたコースで誰よりも早くゴールするだに。コースにはお得なアイテムやお邪魔な妖怪が次々に登場するだに。立ちこぎダッシュとコーナーで差をつけてライバルたちに勝利してみせるだに。え？よーい、ドン。待って待って待って。とりあえず地図を確認。何これアイテム。うお、誰。うわ、怖いよ。なんかおるしまた。これは。ニャー系 B おるんやけど。邪魔。何あれ、おならず者。うわ、なんかおる。え、邪魔なやつ超おるやん。え、私今1位よ、1位。え、これいけるやん。あわあわ。え、まだ？マジか、もう一周あるんか。やめてよ、もう一周はちょっと無理かな。ほら、なんか来た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 。来たって来たって。怖いよ。背後からもじゃもじゃ頭が近づいてくる。にゃー警備、君ら邪魔だよ。あ、これは、これはいけるんじゃないのか。うわ、あわあわ来た、あわあわ来た、あわあわ来た、滑るー。やった、やった。いやー、私の才能だな。ゴール。イエイ、1位。新記録。当然やけど。やったね、自転車マニアに速攻で勝ちったよ。マニアとか言いながら、お、く、無念。やっぱ取り付いとったんかい。あ、あいつは、妖怪勝負師。勝負を仕掛ける妖怪だそうだに。なるほど。このお兄さん、勝負師に取り憑かれていたから、誰から構わず勝負を挑んでいたわけですな。この勝負はお預けでござる。ドロン。ふぅ、これにて一件落着。はぁ、やっぱいいよね、自転車。このチェーンのスムーズな回転。はぁ、たまらない。あれ？もしかして君。その自転車気に入っちゃった？まあ。なんだなんだ？そうですね。乗り心地は良かったかな。やっぱり？そっかそっか。それじゃあその自転車、君にあげよう。お、マジで？やったね。それはさすがに悪くないっすか？いやね。君が乗っているとき、そいつが喜んでいるような、そんな気がしたんだ。大丈夫？お兄さん。え、そいつって自転車のことだに？僕ほどのマニアともなると、自転車の気持ちがわかるのさ。それに、こいつの魅力をわかってくれる子が乗ってくれるってなら、本望だよ。スイートホイップな自転車を手に入れた。何それかわいい。スイートホイップな自転車やって。欲しかったんだよね、自転車。そうそう、段々坂の自転車でカラーチェンジしてもらえるから、君好みのカラーに変えて可愛がってやってくれ。お兄さん。イエイ。激突青葉レースバッチリ解決。やったね。自転車までもらえて一件落着。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。